宇宙政治学とは宇宙法や宇宙基本法といった宇宙空間の諸条約、宇宙開発における国際協調と競争、地球外知性との接触による仮想の政治的影響などを研究する学問。また宇宙の商業利用や月の資源の採掘、小惑星の工業などが地球に与える経済的影響をよりよく理解する国際経済学の研究にも根ざしている。 探査機ガリレオにより3枚の光学フィルターを通して撮影され、53枚の画像から構成、着色した月、各色は異なる物質を示す。宇宙条約は国際的な宇宙法の基礎となる条約である。1967年1月27日にアメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦の3カ国における署名に始まり、同年10月10日に発行した。 2020年時点では110カ国が条約を批准23カ国が署名している。中華民国は1971年の国連総会にて、チャイナの議席を中華人民共和国へ移すことを定めたアルバニア決議よりも前にこの条約を批准していた。宇宙条約の主なポイントは核兵器の宇宙への設置を禁じ、 月をはじめとするすべての天体の利用を平和目的に限定し、すべての国が宇宙を自由に探査、利用できるが、いかなる国も宇宙空間や天体の主権を主張してはならないことを定めている点などである。この条約は、宇宙での軍事活動や宇宙軍、軍事化を禁止してはいないが、宇宙空間に大量破壊兵器を設置することはその例外となっている。宇宙条約は、 主に非軍備条約であり、月面や小惑星での採掘といった新しい宇宙活動には限定的で曖昧な規制を課している。ガツ協定は、その周囲の軌道を含むすべての天体の司法管轄を加盟国に移す多国間条約である。したがって、すべての活動は国連憲章を含む国際法に準拠することになる。しかし1979年の制定以来、 有人宇宙飛行に従事している国や、その計画を有する国が批准していないため、国際法上の関連性は、ほとんどない。2020年時点でもわずか18カ国が、批准するのみに止まっている。ポストディテクションポリシー、または、ポストディテクションプロトコルは、政府や、その他の組織が地球外文明から確認された、信号を、検出、分析、検証、発表。 そして対応するために従うことを計画している一連の構造化された規則や基準、ガイドライン、または行動のことである。PDP を正式かつ公式に導入した政府機関は存在しないが、科学者や非政府組織は発見時において利用するための守備一貫した行動計画を策定するために重要な作業を行っている。その中で最も有名なものが、 国際宇宙法研究所の協力を受けて、国際宇宙高校アカデミーが作成した地球外知的財産の発覚後の活動に関する原則宣言である。PDP の理論は別個の研究分野を構成しているが、セティ、アクティブセティ、セティの分野からの引用が多い。科学者のズビグニエフ・パプロトニーによれば、PDP の策定は、 地球社会が地球外生命発見のニュースを受け入れる、準備ができていること、そのニュースがどのように公表されるのか、そして信号のメッセージの理解度という3つの要因により導かれるとされる。これら3つの大まかな領域とその関連要素が PDP を取り巻く内容と言説の大部分を占める。当初から参加している国かつての参加国国際宇宙ステーションの政治問題は、 超大国同士の対立や国際条約、資金調達などの影響を受けてきた。当初の要因は冷戦であったが、近年ではアメリカによる中国への不信感がその主因となっている。国際宇宙ステーションには様々な国籍の乗組員がおり、彼らの時間や機器の使用は参加国間の諸条約によって管理されている。ISS の組み立ては1998年に、 始まり、同年1月28日には、宇宙ステーション政府間協定が署名された。これは、モジュールの所有権や参加国による ISS の使用、及びその再供給に関する責任を規定するもので、ある。署名国は、アメリカやロシア、日本、カナダのほか欧州宇宙機関に加盟する11カ国であった。2010年、エは、プログラムに参加していない。 ヨーロッパ諸国に対し3年間の試験期間中に同期間へのアクセスを許可すると発表した。2011年にスペースシャトルの運用が終了すると以降はソユーズのみによる ISS との往来が続いたが2014年のロシアによるクリミアの併合を受けて欧米諸国の対ロ関係が冷え込み NASA もロシアからの依存脱却を目指し始めた。悪化する外交関係とは 対照的に、その後も、米ロの宇宙空間における協力体制は続いたが、2020年には、スペース X のドラゴンにが有人飛行を果たした。宇宙地政学は、地政学にその起源を有し、最も広い意味での宇宙に適用される理論である。これは、政治学の一分野としての安全保障学や、国際関係論の観点から研究される。 地表の監視やサイバー戦争のための人工衛星の軍事利用と同様に外交における宇宙開発の役割も含む。特に重要な点は外宇宙からの地球に対する軍事的脅威の防止にある。宇宙計画に際する国際協力は新たな宇宙機関の設立をもたらし2005年までに官民合わせて35の機関が存在した。物理的特性をもとにすると 宇宙地政学では、宇宙空間を、以下の4つの領域に分けられる。地政学の階層であり、ランドパワーを提唱したハルフォード・マッキンガーは、島を支配する者はハートランドを制し、ハートランドを支配する者は、世界島を制し、世界島を支配する者は世界を制すると述べたが、ドールマンは、資源が豊富な太陽空間をこのハートランドに例え、 そこを確保するための東ヨーロッパに相当するのは宇宙空間への出入り口を管理するのみならず常時飛び交う衛星からの情報が地表での戦闘をも有利にしうる地球周辺の空間となることからそこが宇宙地政学上の最重要領域であると主張したシーパワーの概念を生み出したアルフレッド・セイアー・マハンは広大な交友地に見える海洋にも一定の 使い古された通路があると述べたが、重力のために宇宙空間にもそうしたルートが存在し、海上交通路におけるチョークポイントがそうであるように、宇宙空間にも特定の場所をコントロールすれば、他国の軍事行動や貿易を支配できる複数のチョークポイントや通商路が存在するとドールマンは主張する。以下のチョークポイントはエネルギー資源の存在が疑われる。 領域付近にあることが多いため、資源へ到達する際の中継点ともなり得る。また、エリノアスローンは、宇宙空間における、チョークポイントの定義について、バンアレンタイを避けるルートやホーマンセニ軌道、ロケットの打ち上げ施設などといった、交通量が多くて限定的なアクセスを持つ場所、としている。これに加え、打ち上げ施設に適した地域として、 地球の時点によりその東側が海に面した海岸付近や赤道付近、居住者がいない広大な土地などを挙げ、そうした条件や各地に衛星との通信基地を多く、有する国などがスペースパワーとして優位になると述べている。ありがとうございます。